こんにちは。今日はキュレーターズインパニック横尾忠則展学芸員危機一髪についてご紹介したいと思います。この展覧会を企画しました学芸員 M です。今年2021年から22年にかけて、横尾さんの大規模な個展が全国を巡回します。そしてその後には海外でも個展が企画されていて、2年ほど前からそこに当館の主要な作品が大量に貸し出されるのではないかと、そういう覚悟を私たち学芸員はしてきました。コロナ禍の中で横尾さんとの打ち合わせもままならない状況になり、さらには新しくどこかから作品を借りてくるということは困難になってしまいました。当館にある絵画作品の出品回数のランキングを作ってみたんですけれども、なんとその上位20位が全て貸し出されるということが分かりました。そんなかなり追い込まれた状況で、学芸員危機一髪とか学芸員絶体絶命とか言葉にしてみると結構面白かったので、それをタイトルに使いました。もうこの現状をさらけ出して、むしろ開き直って、この現状自体を展覧会にしてしまおうというふうに思いつきました。主役級の役者がごっそりと抜けてしまって、今まであまり注目されてこなかった役者たちにチャンスが巡ってきた。そこでこれまで当館の展覧会を担当してきた学芸員3名がその選抜メンバーを逃したうちの子たちの中からそれぞれの推しをおすすめする、そんな展覧会にしようという、そんな趣向です。展示作品全体にかかるテーマというものがこの展覧会ではないので、3人がそれぞれの推し作品についてつぶやきのようなイメージで自由にテキストを書いています。ここからは展示の流れに沿ってその作品を選んだ学芸員がそれぞれの作品についてのコメントをしていきます。1983年に当時の松下電工が主催する展覧会に出品するために制作されました。実はこの作品、2012年の美術館開館時に当館にやってきた時には電気系統が故障しておりまして、光や音がどのように動作していたのかが分からなくなっていました。そこで2014年、横尾忠則大涅槃展に出品するにあたって調査を行いましたところ、欠損していたライトというのが青色だったということとか、あるいはすでに失われてしまっていた音源が、音色の異なる数種類の金属音だったということ、それから、光と音が別々ではなくて連動していたことなどが判明しました。それを踏まえて、横尾さんと、相談をしながら、美術館で部品の交換と、録音を行いまして、さらに横尾さんの意向で、光と音が、作動するタイミングを作品の前に立った人がびっくりするようにということで不規則に、なるように、新たな効果も付け加えました。ちなみに雷光図というのは一般的に死の間際にある人のもとに阿弥陀仏が浄土から菩薩を連れて迎えにやってくる様子を描いた仏教絵画のことなんですけれども、平安時代には臨終の時に美しい音楽が聞こえたり神々しい光を感じたりとすることは極楽行きを約束された証として考えられていたそうです。そうしてみるとですね、そんな文脈から考えてみるとこの作品とのこの激しい音と光というのは、随分現代的と言いますか、ちょっとロックな仏だなというふうに思います。非常に珍しい80年代の横尾さんの商品です。水面に浮かぶハスの花が描かれているんですけれども、赤を中心とした独特な色使いで非常に激しい筆色で描かれていて、ほとんど抽象絵画のような感じもします。アーカイブルームで資料を調べていたときに、実はこの絵があるものの原画だということが分かりまして、それは実は
ウイスキーロバート・ブラウンの、多分懸賞に応募したらノベルティが当たる、その景品の入ってた箱のパッケージデザインだということが分かりました。多分グラスも横尾さん自身がデザインされたグラスが当たるようだったんですけども、残念ながらグラスは残ってなくって、パッケージの箱だけが残っています。その裏側にですね、横尾さんのこうメッセージが書かれてるんですけれども、酒とグラスが一つになるとき、手と心も一つだ、体の中に原種の色と花がほとばしる、それが僕のイメージだ。非常にこうダンディーでかっこいい、文章が寄せられています。でも確か横尾さんお酒一滴も飲めないはずなので、おかしいなとちょっと思ったりします。この作品、先ほどご紹介したライゴーズととても筆色というか作風が似てると思うんですけども、まさに同じ時期の作品で、いかにも若々しい、エネルギーにあふれた、感じがいたします。この作品は、ボディービルダーのリサ・ライオンを、モチーフに描かれたもので、80年代当時公開制作ライブで、3点同時制作されたうちの1点です。このライブペインティングのイベントはとても変わった、趣向が凝らされていまして、スポーツ専門の、アナウンサーと美術評論家が横尾さんが絵を描く様子を解説しながら、まるでプロレスの実況中継のような演出になっていました。しかも、キャンバスの裏側にはマイクが仕込んであって、横尾さんがこう、絵筆をこうぶつけたりザッとこうストロークするときにその音が拡大されて会場に大きい音で鳴り響くという、そんな演出がされていたので、絵を描いてるとどんどんこうアクションがオーバーになってですね、どん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 絵がダイナミックに激しくなっていったというふうに、聞いています。この美術館にこの絵が最初運び込まれたときにどっちが上か分かんなくって、写真を逆さ向きに撮ってしまっていたんですね。後になって Y 学芸員が、当時の、記録写真を発掘してくれて、あ、逆やということが分かってですね、慌てて直したという思い出があります。この作品はルネ・マグリットの脅迫される暗殺者という作品を元ネタにしているんですね。横尾さんの日記を調査していたら、この作品にそっくりな写真が貼り付けてありました。それはルネ・マグリットの絵ではなくて実際に撮られた写真なんですけれども、実は横尾さんが模写していたのはマグリットのオリジナルの絵画ではなくてこの写真だったんですね。で、写真の正体はというと、横尾さんがテレビにゲスト出演した時にマグリット特集をしていたんですけれども、舞台セットとして、作品の場面を3次元で再現していたようです。ところで、写真では、左の男性が持っている棍棒がなぜ靴に差し替えられたのか、そして右の男性がなぜ鉢植えを持っているのか、そして背景がなぜテントになっているのか、こちらは明らかに意図的な変更なんですけれども、それが次の謎でした。そしてその謎の鍵を解くのが横尾さんの別の作品、今夜の先には骨があるという作品です。こちらは横尾さんの子供の頃の記憶を元に描かれたものです。近くで殺人事件があって、被害者の検視解剖を近所の庭でむしろを立ててやっていて、それをヤジウマが覗いているという場面です。この絵で地面に転がっている下駄に血がついているので、どうやらこれが凶器らしいんですね。そしてこの下駄がこちらの横尾さんの絵では靴にすり替わったようです。画面右下のタンポポはこちらの作品では男性の手に抱えられています。でさらに白衣を着た医者らしき人のポーズもですね、こちらの作品に合成されています。比べるべき今夜の酒には骨があるの方は貸し出し中ですので、ぜひ2つの展覧会をはしごしていただけると嬉しいです。ものすごく長いタイトルの作品です。ちょっと読んでみます。大阪の親戚に魚屋の力松という人がいた。僕が母と一緒にこの人の家を訪ねると、決まったようにタコ食うかと言ってタコの足を切った。この力松のおっちゃんがある日僕の家にちんどん屋を連れてインチキ石鹸を売りに来た。そして夜になると三味線と太鼓で怪しげなパフォーマンスをするのだった。ここまでがタイトルです。
大阪に住んでいた親戚の力松おじさん、魚屋さんだったんですけども、その印象を絵にしたものです。このタイトルにある通り、西脇の横尾さんの家まではるばる大阪からですね、大勢のちんどん屋さんを連れて、力松おじさんやってきまして、その怪しげなインチキ石鹸ですね、それを近所で売りさばいて歩いたそうです。横尾さんにとってはもうそれが嫌で嫌で、トラウマになったということなんですけれども、実はこの絵には面白い裏話がありまして、2018年、この美術館で横尾忠則在庫一掃大放出展という展覧会をやりました。美術館をセール会場に見立てた演出をしまして、関連イベントで本物のちんどん屋さんを呼んで近所の商店街をライブパレードするというのをやりました。その時に大阪のちんどん通信社さんというちんどん屋さんいらっしゃったんですけども、その代表の林幸次郎さんからですね、とても貴重な証言が出まして、僕若い頃大阪の青空宣伝社っていうところで、まあ、修行してたんやけど、そこの大将が昔インチキ石鹸作ってた言うてましたわっていうことなんですね。ということは横尾さんの家に押しかけてったのはこの大阪の青空宣伝社だったのかと、横尾忠則研究の1ページに新たな、歴史が刻まれたと、そういうことでございます。この作品は私がもともと個人的に好きな作品で、2019年に展覧会、ブラックユーモアをテーマにした展覧会を企画した時に、この子をぜひ主役にしたいなと思いまして、タイトルも、それを想定して「人食いザメと金髪美女」というタイトルをつけました。横尾さんにも、この作品を主役にした展覧会にしたいなということを話したときに、横尾さん自身がこの作品ができたとき傑作ができたと思ったというふうに乗っかってくれまして、さらに金色のコテコテした額縁に入れたらいいよというふうにアイデアもいただいたので、この子だけこんな、ちょっと変わった額に入っています。これがその展覧会の時には展覧会の入り口の壁を独り占めして主役の顔をして飾られているのがなんかとても面白かったです。ポスターが完成した時にちょうど神戸の映画館でハイテンションサメ映画祭というイベントをやっていて、ここにポスターを飾ってほしいなと思って飛び込みで持って行きました。映画祭のポスターの隣に飾ってくれていて、それが妙に馴染んでいて面白かったです。でもよく考えてみたらこの作品のモチーフがジョーズとマリリン・モンローなので、もともと映画館にぴったりなんだなというふうに思いました。そのお隣の作品なんですけれども、これは人食いザメと金髪美女という展覧会の次に企画した横尾忠則のドクロ祭りという展覧会でポスターに使われた作品です。ただポスターはできたんですけれども、実際には、コロナ禍で展覧会自体が中止になってしまいました。またいつか活躍の場を作ってあげたいなと思っています。横尾さんのライフワークでもある Y 字路の作品なんですけれども、Y 字路に北極やオーロラの風景が重ね合わせられているのところが特徴的です。面白いのは、Y 字路の街角と、氷河がそびえる、北極の、それぞれスケール感の違う風景というのが一つの画面の中に、うまく同居しているところです。でこの手前にニョキッと生えたトナカイの角が非常に効果的で、こうその2つの風景の遠近感を攪乱させられるような効果があるかと思います。実はこの作品は2012年に美術館が開館した年の年末に横尾さんが当館で初めて行った公開制作で描いた作品です。で横尾さんはこの時、Y 字路とオーロラを組み合わせた作品を3点制作しているんですけれども、この作品は、その中でも一番最初に完成した作品です。横尾さんの公開制作を、間近で見るのは私は実はその時が初めてで、非常にドキドキしたことを覚えています。こんな作品なので茶色の絵の具をすごく使ってしまって、制作の途中で、絵の具が足りなくなって、タクシーを飛ばして買いに行ったことも非常に懐かしい思い出です。
ちょっとギョッとする作品ですよね。2017年から18年にかけて横尾さんは女性像のポートレートのシリーズを描いているんですけれども、これはその中の一点です。謎の女シリーズというふうに呼んでるんですけれども、女性の顔の一部が様々な日用品、例えばトイレットペーパーとか帽子とかキャベツとか、そういったもので隠されている女性像というのが特徴です。この女性像はもともと横尾さんの故郷の兵庫県西脇市の特産品である播州織という織物の輸出用のラベルに描かれていた女性像が元になっていて、いわば広告用のキャンペーンガールみたいなイメージです。謎の女シリーズの中でも少し変わり種でして、単なる女性像ではなくて、こうちょっと植物人間のような奇妙な風貌をしているのが特徴です。で、さらにこの目元にですね、何か福笑いのような謎の紙切れが重ねられていて、非常にこう笑顔が不気味に見えます。どこかこう憎めない感じといいますか、チャーミングさが漂っていて、ぜひちょっと気になる作品なので、おすすめしたいと思っています。横尾忠則現代美術館の3人の学芸員がそれぞれ25点ずつ作品を選んで、自由にコメントするという形で作りました。当館にしては珍しく作品をほぼ制作年順に並べているので、並んでみたらこう意外に面白い発見もあったんですね。そうですね、これは僕自身は気づいてなくって、どっちかっていうとその M さんから言われて、ああそうかなと思ったんですけど、 A が選んでる作品はこう何ていうんですかね、こう戦ってる絵が多い、まあ暴力的っていうのが多いですねっていうことを言われて、まあ、横尾さんも何だろうな、その子供の頃から冒険小説が好きで、まあ男の子っぽいですよね、こう密林でワクワクしながらこうね、ターザンが冒険したりとかっていう、そういう世界観が好きで、それが多分今大きくなってからも絵にしてはると思うんですけど、やっぱりまあ昔男の子だった身としてはこうやっぱりこう響くんですかね。だからなんかそういうのをたくさん選んじゃってるのかなと思ったり、そんなことは感じましたね。私も並んでみてから思ったんですけども、今回大型回顧展に貸し出して本当に残り物で構成した割にはですね、なんかちょっとプチ回顧展みたいな雰囲気の展覧会になっていて、でしかも私自分自身が選んだものは割とその、シリーズもので、他の主要なシリーズはその他の美術館に貸し出されていて、まさにその残ったものを、実は私がひっそり推してたものが残ってたみたいなパターンが結構あったような気がします。今回そのまず作品を選んでもらってから、展示プランを考えたんですよね。それで、並べてみたら意外にもこうほとんどの年代を網羅しているというのが分かって、それでじゃあもうオーソドックスに年代順って思ったんですけれども、この展覧会先週の土曜からオープンして、その前しばらく改修工事で、美術館が閉まってたので、やっぱりこう展示室にお客さんがいるのはいいなっていう感じがして、で時々展示室ちょっと覗きに来てお客さんの様子見てるんですけど、まあ、若い方も結構おられて、なんかこう絵を指さしながらね、なんか面白がってるんですよ多分ね、うわーっとなんかこんなこと書いてあるとか言ってるっぽいんですよ。でこういう見方がっていうのもなんかこう気の利いたことが学園から言えればいいんですけど、なんかこうああいう風景見てると逆に何見たんやろっていうか、まあ逃げみたいですけど、絵の見方なんてまあ自由っちゃ自由だから、ああいう若い人たちがどこに面白がってこう見てるのかなっていうのはすごくこう逆に興味がありますね。やっぱり若い方がたくさん来られてたのはちょっと印象的でしたね。やっぱりちょっとこのコロナでなんていうかちょっと閉塞感のある状況が続いてたので、やっぱ横尾さんの作品ってこう見るとものすごいパワーといいますか、ちょっとこう圧倒されるようなところがあるので、なんかこうまあ力をもらえるのかもしれないですし、まあちょっと暑苦しいぐらいのなんかこう
濃密なエネルギーみたいなのを感じられるかなと思うので、ぜひその若い人にはもっと来てほしいですし、あとはその今愛知東京と、これから大きな展覧会続きますけども、そういうのを見た方たちがこの展覧会を見てどんなふうな反応になるのかなっていうのも気になるところですね。危機一髪と言いながら、何かその状況を楽しんで展覧会作ってると、それが見る人に伝わって、見る人も楽しい気分になってくれたらいいなと思いますし、いや学芸員主体の展覧会みたいに見えつつ、実は作品主体で、学芸員からこう横尾さんへ の愛情のこもったプレゼントみたいな、そんな風に見えたら嬉しいなと思います。